シリーズ4日目、11レース終了時点で池永太の予選トップ通過がすでに決まっています。迎えたカードは第12レース記者選抜戦です。対戦メンバーです。1号艇愛知柳沢はじめ、2号艇長崎尾崎哲也、3号艇長崎吉田一郎、4号艇福岡松田大志郎、5号艇静岡豊田邦康、6号艇愛知吉島義行、以上6選手です。陰性は1号艇の柳さんはじめ、昨日はまさかの落水失格で予選突破は厳しくなりましたが、変わらず気力は上位です。2コース2号艇の尾崎哲也、3コースが3号艇吉田一郎、3艇船を引いていきます。4コース角1、4号艇松田大志郎、今日の前半戦は2コースから差し切りシリーズ3勝目、ここは3着以上で明日の準優1号艇が手に入ります。5コース5号艇豊田邦康と6コース6号艇吉島義行、外枠の2人ともに前半戦は2着で準優へ可能性を残しています。スタートまでは10秒を切ります。第12レースの記者選抜戦です。進入体系、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。センター勢好スタート、角1から4号艇の松田がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。まくっていったのは3号艇の吉田、インから1号艇の柳沢、まくり差しは4号艇の松田でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は4号艇の松田、アウトコースへ差がなく1号艇の柳沢、その後ろ3号艇の吉田、内側からは6番5番と接近しています。スタートは前提正常でした。1周2マーク、突破争いは内側から4号艇の松田が先取っていく。内を狙っていった1号艇の柳沢、くるっと6号艇の吉島、サシャンドルが3号艇の吉田でホームへ取り返しています。先頭抜け出したのは4号艇の松田、2番手は1号艇の柳沢、そして3番手が3号艇の吉田、さがなく6号艇の吉島、5号艇の豊田と続いています。2周の1マーク、3番手は3号艇の吉田が優勢に運んでいく。その後ろ2艇進行方に6号艇の吉島が4番手です。上位の体型は変わらず4番、1番、3番です。その後ろ少し離されまして6番、5番、2番と追走。ベースは2周の2マークです。トップで4号艇の松田が旋回しています。2番手は1号艇の柳沢、そして3番手は3号艇の吉田でホームへと折り返しました。ボード圏前を通過しまして、レースは最終周回に入っています。先頭独走は4号艇の松田大志郎、角1からまくり差し決めまして、今日は連勝、シリーズ4勝目となりそう。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で抜け出しています。独走状態です。単独2番手は1号艇の柳沢はじめ、その後ろ少し定間詰めてくるのは3号艇の吉田一郎、2、3番手の定間は2停進です。最終コーナーへと向かいます。トップで4号艇の松田が旋回しています。2番手は1号艇の柳沢、そして3番手は3号艇の吉田でホームへと折り返していまして、体勢変わらず413で間もなくゴール。先頭4番の松田ゴールイン、1番柳沢ゴールイン、3番吉田ゴールイン、6番の吉島、5番の豊田、2番の尾崎がゴールインです。以上、第12レースの記者選抜戦でした。